日常的な水分補給にはおすすめですね。皆さんこんにちは、しきです。毎日暑いですよね。皆さん熱中症などにはなっていませんか？大丈夫ですか？この夏は本当に暑いので、熱中症対策としてもう毎日のようにこまめに水分補給という言葉を聞くと思います。皆さんは水分補給では何を意識していますか？今日の動画では水分補給をですね、効果的にできるように水分補給のおすすめのタイミング、また生活の場面でどのような飲み物を飲んだらいいのかということを分かりやすくお話ししていきたいと思います。もう本当に毎日暑いので、皆さんと一緒に夏を乗り越えられるように頑張って動画の内容を考えたので、ぜひ最後までご覧くださいね。それでは早速スタートです。では最初に皆さんに考えてほしいことがあります。皆さんは今どのぐらいの頻度で水分補給をしていますか？よくね、こまめに水分補給をという言葉は聞くと思うんですが、こまめってどれくらいって思っている方が多いんじゃないかなと思います。ということで、最初は1日の生活で水分補給のおすすめのタイミングをご紹介したいと思います。皆さん最初にね、水分補給のタイミング考えたと思うので、それと合っているかどうか答え合わせしてみてください。大切なことは、水分補給のタイミングっていうのは喉が渇いてからではないんですね。喉が渇いたなって感じている時は、もうすでに体の水分がね、ある程度不足している状態なんです。なので、喉が渇く前に時間を決めて水分補給のタイミングを習慣させて脱水予防をするということがおすすめです。では1日の流れに沿って水分補給のおすすめのタイミングご紹介しますね。まずは起きた時、起床時ですね。寝ている間にも汗はかいているので、水分は失われています。なので、目覚めたらコップ一杯の水分を補給できるといいですね。私は冷蔵庫に入っている冷たいお水ですと、ちょっとね、胃腸などに刺激を感じるので、目覚めの一杯は常温のお水もしくは白湯を飲んでいます。そして朝食の時、ご飯の時もね、しっかりと水分を取ってほしいですし、またご飯も可能な限りしっかりと食べられるといいですね。というのも、汗をかいて出てしまう塩分やミネラルなどは食事からもたくさん摂取できます。なので、水分補給ももちろん大事なんですけど、普段の食事もこうよりね、しっかり取るように意識することが大切ですね。そして次は、会社や学校に出かける前後、またはお家に午前中いるよという方は、朝食と昼食の間、だいたい9時10時くらいが水分摂取のタイミングです。特に学校や会社に行く前ですね、このタイミングはなかなか忘れやすいので、この時にどうしても外に出ると暑いのでね、なので予防の一杯飲んでみてください。そして昼食時ですね。どうしてもね、夏はね、夏バテもあるように、なかなか食事がね、難しいという方もいるかもしれないです。そういう時に、特に水分やミネラルが豊富という時点でおすすめなものは、スイカ、キュウリ、トマト、レタスなどがあります。特にね、スイカは今はカットスイカとか売っているので、食べやすいかなとも思うので、なかなかね、食欲が湧かないっていう方にはスイカおすすめです。あと、塩分摂取にはね、梅干しやお味噌汁、こちらもおすすめですね。今度はお昼ご飯食べて、午後活動して帰宅時間になると思うので、またお家へ帰る帰宅の前後、そしてお家にいるよっていう方はですね、お昼ご飯と夕食の間、だいたい15時くらいですかね、このタイミングがおすすめの水分補給のタイミングです。そして晩ご飯ですね。晩ご飯で注意してほしい方は、アルコールを摂取する方、アルコールにはですね、利尿作用があるので、どんどん水分が出てってしまうんですね。なので、特にね、汗をかいてどこかね、暑いところでお酒を飲むとなると脱水状態になりやすいので、アルコールを飲む方は前後に水分を取るという意識をしてみてください。そして入浴前後、入浴中もね、汗が出るので、前後に取れたらいいですね。そして最後は寝る前、寝る時に私たちは結構汗をかいているので、朝起きた時に脱水にならないように水分の補給、寝る前に行ってくださいね。1日の目安はこんな感じなんですが、他には運動、部活とかですね、外にいなきゃいけない方や、あとお仕事だったりイベントなどで日中ずっと外にいなきゃいけないという方は、
もちろんね、運動やその外へ出る前後にぜひ飲んでほしいですし、さらに15分から20分ごとに1杯のね、水分を補給するといいと言われています。熱中症予防としてはできるだけね、その暑い環境、高温の環境に行かないっていうのは基本なんですが、どうしてもね、外にいなきゃいけないという方はいらっしゃると思うので、そういう時はこまめに、具体的には15分から20分ごとに1杯の水分を補給できるように意識してください。皆さん、水分補給のタイミングどうでしたか？すごく多いと思いませんでしたか？そうなんです、多いんです。夏ですと救急車で熱中症で運ばれてくる方を担当することがあるんですけど、そういう熱中症で入院してきた方って、その時の様子をお伺いすると、皆さん水分は取っていたっておっしゃることが多いんですね。で、そのタイミングを聞くとね、実はその運動後だったりとか、汗かいた時や喉が渇いた時にだけ飲んでいるということがあるので、自分でね、水分を取っていたと思っていても、実際はね、十分に取れていなかったということもよくあるので、今日のね、動画を参考に、ぜひこう一日生活して、このタイミングで飲んだ方が良さそうっていうタイミングを思い出していただいて、こまめにこう水分摂取していただけると嬉しいなと思います。今回はスポーツ飲料、経口補水液、水、麦茶について、それぞれの特徴とおすすめのタイミングをご紹介するので、皆さん水分補給をするタイミングで何を飲んだらいいのかなと思った時の参考になると嬉しいです。では最初にスポーツ飲料です。スポーツ飲料って実は2種類あるんです。皆さん聞いたことあるかな。一つはアイソトニック飲料で、もう一つがハイポトニック飲料です。運動前はアイソトニック飲料がおすすめ。アイソトニック飲料として代表的なものはポカリスエットやアクエリアスなどがあります。特徴は体液に近い浸透圧なんですね。わかりやすく説明すると、水分や塩分、糖質などがバランスよく吸収されるので、運動前におすすめなんですね。では運動中や運動後など大量に汗をかいた時は何がいいかというと、ハイポトニック飲料なんです。代表的な飲み物はバームウォーターや、あとアミノバイタルなどですね。こちらの特徴はですね、体液より浸透圧が低いんです。これまたどういうことだって思いますよね。水分子は濃度の低いところから高いところに移動するという特徴を持つんですね。これを専門用語で言うと濃度勾配と言うんですが、なのでこの性質を利用すると、飲んだハイポトニック飲料がですね、素早く体液に移動するんですね。なので水分の吸収が早いんです。どのスポーツ飲料がアイソトニック飲料かハイポトニック飲料かというのは検索すると出てくるので、気になった方はぜひ調べてみてください。続いて経口補水液。経口補水液はですね、特徴として体液より浸透圧が低いので、実はね、先ほどご紹介したハイポトニック飲料に分類されるんですけども、分けた方が考えやすいので、また経口補水液という括りでご話ししたいと思います。代表的な飲み物は OS1 やアクエリアスの経口補水液 ORS というものがあります。で、こちらはハイポトニック飲料ということで、吸収が早いっていう特徴がありますね。そしてどういう時に飲むかというと、経口補水液は熱中症のような症状が出た時、そういう時に飲む飲み物なんです。例えば OS1 はホームページを見ていただくと書いてあるんですけど、個別評価型病、ちょっと待ってくださいね、カンペを見ながら、個別評価型病者用食品、ごめんなさい、ちょっとカンペを見ちゃいました、と決められていて、脱水症のための食事療法に用いる経口補水液なんですね。なので脱水症でない方が普段のね、水分補給に飲むという飲み物ではないので注意してください。また飲んだことある方はみんなしょっぱいっておっしゃいますね。そのぐらい塩分が多いというのも特徴です。続いて水と麦茶について、日常生活の水分摂取としては、水と麦茶で基本的には十分です。というのもやっぱりね、どうしても夏は汗かいてしまうとは思うんですけど、通常の生活のね、汗で失われる塩分やミネラルというのは食事で補うことができるからなんですね。なんですが、今年の夏はとても暑いので、その自分が今いる環境であったりとか、その汗の出る量によって水分の種類を選択する必要があると思うんですね。
なので今から水と麦茶の特徴をお話しするので、必要であればスポーツ飲料もプラスするといったバランスをね考えるヒントとなるといいなと思ってご紹介しますね。最初に水について、日常のね生活においては水でも十分水分を摂取できるんですが、気になる点としては発汗によってこう失われる塩分、主にナトリウムなどなんですが、不十分な場合があります。汗かくと主にナトリウムが失われるんですね。以前輸液の動画でナトリウムは水を引きつけるという特徴があり、体内の水分バランスを維持するのに重要な役割があるとお話ししましたね。覚えていますか？汗を大量にかいているにもかかわらず水分のみを摂取してしまうと、どんどんね体の中のナトリウムの成分が薄まってしまって、体の水分を吸収しづらくなってしまうんです。なので汗をたくさんかいた時の水分補給では、失われた塩分を補給することも大切なので、水は日常生活における水分摂取としては十分なんですが、運動している時であったりとか、あとものすごく暑い場所、まあ外ですね、今外すごく暑いので、外にこう長い時間いる時は、先ほどね運動時はスポーツ飲料をおすすめしたように、バランスよくスポーツ飲料も取り入れてみてください。続いて麦茶。麦茶もですね、大量に汗をかいた時はその失ったナトリウムを補うという意味では不十分な場合があります。麦茶自体にナトリウムはね少し含まれているんですよ。ただその塩分補給できるかっていうと、ちょっと少ないですね。また麦茶はですね、宣伝などでミネラルたっぷりっていうのを皆さん見たことがあると思うんですね。ただこのミネラルも入ってはいるんですけど、脱水状態な時に補えるようなその十分な量のミネラルが入っているわけではないんですね。なので水と同じく運動時であったりとか、すごく暑い外にいる時は塩分やミネラルを補うことが大切になります。また麦茶のおすすめポイントとしてはですね、体を冷ます効果があると言われているんですね。またカフェインや糖分が含まれていないというところもおすすめポイントなので、日常的な水分補給には麦茶はおすすめですね。皆さんいかがでしたか？それぞれの飲み物の飲むタイミングイメージできましたか？もしね、今日の動画でもっとこういうことを知りたいと思うことであったりとか、あとこの動画でこれを知れてよかったという感想があったら、ぜひぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。今日の動画の内容が皆さんの生活に少しでもお役に立てると嬉しいです。この動画が良かったよと思ってくれた方は、ぜひグッドボタンやチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。I'm not going to be able to do it.